宮城県総合運動公園、宮城スタジアム北側から見た、宮城スタジアム、宮城県総合運動公園南端から見た、宮城スタジアムの円形宮城スタジアムは、宮城県宮城郡陸町の、宮城県総合運動公園内にある、陸上競技場、県サッカー競技場。宮城県が建設、整備し、宮城県スポーツ振興財団を筆頭とする、G21 指定管理グループが、 指定管理者として管理を行っている。2020年4月1日より Q&A が命名権を取得し、Q&A スタジアム宮城の故障を用いている。仙台市都心部から見て、北東方向、仙台市宮城の区と陸府町にまたがる松島丘陵の一角に整備された宮城県総合運動公園の施設の一つで2001年に開催された第56回、 国民体育大会の主会場として、宮城県が3年半の後期と総事業費、約270億円をかけて整備し、2000年3月31日に完成した日本陸上競技連盟第一種、公認陸上競技場を研究議場である。収容人数約5万人は、東北地方の屋外競技施設として最大規模であり、陸上競技のほか、サッカー、ラグビー、 アメリカンフットボールなどの球技会場や大規模コンサートの会場としても使用される。2002FIFA ワールドカップの日本国内10会場の一つとなったほか、東京オリンピックのサッカー競技の会場としても使用される予定となっている。一方、日本プロサッカーリーグに加盟するベガルタ仙台及び w ーリーグに加盟するマイナビ、仙台レディースがホームゲームを開催することもあるが、 特に男子チームに関しては、開催試合数は限定的である。収容人員規模に比して、仙台市都心部並びに、最寄り駅から離れていることもあって、大規模イベント時のアクセスや稼働状況などの問題点が指摘されることも少なくない。2006年に宮城県の包括外部監査を実施した鈴木智隆は、教育委員会所管を中心とした公の施設の、 運営状況についてと題した監査報告書の中で宮城スタジアムを含むグランディ21の各施設の稼働率の悪さを指摘し特に宮城スタジアムについては平日は貸し切りのみの利用に限定し貸し切り予約のない日は閉館することで相当の費用削減を見込む当期は休日であっても貸し切りの利用水準が低く費用削減効果の観点からも 投機期間限定の全面閉館も検討する必要があるとの提言を記している。一周400メートル級レーンの全天候型ウレタン舗装トラックと10771.4メートルの天然芝フィールドを有する陸上競技場、研究技場で外周を楕円形のスタンドが取り囲む。2002FIFA ワールドカップ終了後にピッチを一部。 回収したため国際サッカー連盟の規定を満たさなくなったが2005年に再回収して FIFA 規定に充足している。メインスタンドのみに層式でメインスタンド、バックスタンドそれぞれに仙台半半祖である伊達政宗の兜の前立の三日月をモチーフにデザインされたアーチ型の大屋根がかかる。照明設備は屋根の日差しに設置されている。メインスタンドは6階建てで、 室内運転走路は天井高さが6.3メートルあり、日本初となる屋内長躍練習場が2箇所設けられている。メインスタンド側には 2002FIFA ワールドカップ宮城という宮城会場の証石看板がある。東京オリンピックサッカー競技開催に向けて2019年に施設改修工事が行われており、天然芝の張り替え、大型映像装置の全面更新、トイレの様式化、 仮設メディアセンターの整備などが行われている。また、スタジアム横には、日本陸上競技連盟第3種公認の補助競技場がある。国民体育大会と、全国障害者スポーツ大会、陸上競技大会以外は、すべてサッカーの大会。ベガルタ仙台のホームゲーム開催について、J リーグベガルタ仙台は、仙台市泉区のユアテックスタジアム仙台を、 ホームスタジアムとしているが、2002年に J1 に昇格して、以降、準ホームスタジアムとして年間1から3試合を開催していた。2010年は、特にリーグ戦の内観客動員数が見込める3試合を、当スタジアムで開催し、いずれの試合もユアスタの最大収容人員を上回る2万人を超す監修が詰めかけ、特に2010年9月19日のモンテリオ、 山形線には、ダービー史上最多となる26,391人を記録し、同年の1試合最多観客動員数となった。2011年は3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震に伴い、公園全体が避難所、遺体安置所、及び救援物資搬送所などに利用され、一般利用に制限がかかったため使用せず、 2012年も開催はなかったが、2013年11月10日に、浦和レッドダイヤモンズ戦で、J リーグでは約3年ぶりに開催されたものの、寒い時期の日曜のナイターということも影響してか、17,183人と、ユアスタの最大収容人員を下回る動員に、とどまり、これ以降ベガルタ仙台は、宮城スタジアムでホームゲームを行っていない。 宮城スタジアムカップ2004年から東スタジアムで行われていたサッカー大会。宮城県内チームのほか、2種年代の競合チームを招待していた。2014年1月6日より2月7日まで、東スタジアムなど、宮城県が所有する7つの体育施設において、命名権の募集が行われ、東スタジアムにおいては、全国農業共同組合連合会。 宮城県本部が2014年4月1日から2017年3月31日までの3年間、年額500万円で命名権を取得することで合意した。JA 全農宮城は、県産米の主力品種の名称を冠した、一目ボれスタジアム宮城の故障を採用。2017年4月1日から3年間も、同条件で更新していた。 2020年の契約満了を前に JA 全農宮城に契約更新の意図がなかったことから施設を所管する宮城県教育委員会が2020年1月6日から2月7日の間で原則3年以上契約額年額500万円以上の条件で新たな命名権者を公募。これに2社が応募し審査委員会での審議の結果東京に本社を置き 仙台市に3カ所の事業所を置く、コールセンター、コンタクトセンター運営の Q&A が命名権を取得した。新たな故障は Q&A スタジアム宮城で、契約期間は2020年4月1日から2025年3月31日までの5年間、契約額は年額500万円。通常時のアクセスは以下の通り。イベント開催時には、 JR 東北本線リフ駅からのほか、JR 各線仙台駅、JR 仙石線多賀城駅、地下鉄南北線泉中央駅、地下鉄東西線、荒井駅などから、シャトルバスが運行されることがある。なお、最寄り駅との間の徒歩移動を検討する場合は、イベント主催者側から、リフ駅から、県道リフ停車場総合運動公園線経由で、徒歩50分、 岩切駅から県道立岩切り停車場線で徒歩50分という目安が示されており、列車本数の多い岩切駅利用を推奨されている。上述の通り、当スタジアムは収容人員規模5万人の大規模スタジアムながら、主たるアクセスは最寄り駅からのバスもしくは自家用車となっており、大規模イベント終了後には周辺道路の渋滞が発生するなどして、 自民輸送に問題を抱えている。2019年6月のキリンチャレンジカップでは、東京オリンピックでの観客輸送のテストケースと位置づけられたが、シャトルバスの運行にこそ問題はなかったものの、一般車両が駐車場から1時間以上出られなくなったとの問題点が指摘されている。宮城県総合運動公園総合体育館なお、宮城西協恵やサッカー場は、 宮城県総合運動公園からは、離れているが、グランディ21の一部とみなす記述が宮城県の公式ページに記載されている。ありがとうございます。